ゆかりさんです。Japan Figure Skating Championships Bronze Medalist Yukari Nakano。 柔らかい表情でリンクの中央に、世界選手権代表女子シングル3位、中野ゆかり。一夜明けてハーレム、中野選手というと非常に歯切れのいい、そういったイメージがあるんですけれども、このナンバーはしっとりとセクシーなんですよね。このスピンは試合の時も高得点を叩き出してきました。素晴らしいですね。この表情です。細かい手の表情にも注目してください。わずかに届きませんでしたが、ただ彼女が見せた鬼気迫る表情は、オリンピックを目指すということがどういうことなのか、我々に伝えてくれました。中野ゆかりには世界選手権という大舞台が待っています。ゆかり、中野、中野ゆかりさんの演技でした。さて荒川さん、はい、まあ、今年の全日本の主役の、まあ、もちろん真ん中にいた中野です。そうですね、やはりトリノのオリンピックの後にずっと代表の座を握ってきたわけですけれども、ここに来て目の前にあったものがスルリと手から抜けていく、そんな感覚非常に私もよくわかります。ただこの悔しさから必ず掴んだものというのは大きいものがあると思いますので、しっかりとそれを掴んで次への一歩にしてほしいなというふうに思います。世界選手権では当然メダルを狙います。わずかに 0.17 届かなかったオリンピックですが、ただ2009年中野ゆかりの全日本、ファンは決して忘れません。